最初は足裏をほぐしていきましょう。足をバタバタと床に打ち付けて老廃物リンパを流していきます。次は股関節を回してほぐしていきます。股関節の機能がしっかりしてると前ももが張りにくくなって足もむくみにくくなります。次は反対側の足を回していきます。次の動作では股関節、お尻の筋肉をほぐしていきます。足の幅は両足を揃えるか隙間を少し開けた状態で行っていきます。足の裏を引っ付けてカエル足の状態で上に上げる動作を行います。ぐっと内ももに力を入れながら行いましょう。カエル足では骨盤が安定するので効率よく下っ腹に効かせることができます。なのでお腹にも力をぐっと入れながら行っていきましょう。次は膝の曲げ伸ばしを繰り返し行います。膝を伸ばす時にはピンと張る必要はないので軽く曲げた状態で行います。足をクロスして上に上げる動作を行います。内ももに力をギュッと入れながら行うのがポイントです。ここで余裕のある方は足のクロスを上下入れ替えて行っていきましょう。この際にお腹にも力を抜かずに行います。次は上体を起こして片足ずつ動かしていきます。足を下げるスピードは上げるスピードよりゆっくりめに行うことがポイントです。腹筋、内ももにぐっと力を入れながら行っていきましょう。反対の足をやっていきます。
次は片足を上げてお尻を持ち上げるエクササイズです。これはもも裏とお尻に効くトレーニングで、上げている足は床と平行になるところまで下ろしましょう。これ足は床スレスレになるほどきついので、できる方はスレスレまで下ろしてやってみてください。頑張っていきましょう。あと少しで終わるので結構きついですが、頑張っていきましょう。次は足を揃えてお尻を上に持ち上げていきます。これはカエル足の状態で行うより、足を引っ付けて行った方がお尻と太ももの境目に力が入るので、丸いお尻ヒップアップに効果的です。最後の追い込み、つま先立ちで15秒間キープです。お尻に力を入れたまま行いましょう。お疲れ様でした。明日も一緒に頑張りましょう。バイバイ。